次に国田圭司君。国田君。日本共産党の国田圭司です。小泉環境大臣にまずお伺いしたいと思います。今年1月28日、最高裁は京都建設アスベスト第一次訴訟において国の責任を断罪し、かつ主要なアスベスト建材メーカーが石綿の危険性を知りつつ適切な警告をせず製造販売を続けたことの共同不作為行為責任を認めました。これは最高裁の判決としては全国初の画期的なことだと思います。建設アスベスト裁判では京都第一人訴訟が提起されてから9年7ヶ月になります。全国各地でもその裁判過程で約7割の方々がお亡くなりになられているが、京都でも被害者51人のうち37人が解決を見ることなくお亡くなりになっています。ある原告のご遺族は中皮腫を発症してわずか8ヶ月で帰らぬ人となった夫の遺志を継いで戦い、ついに敵を討った、真面目に働いたもんがバカを見るとの夫の無念を晴らせたとおっしゃっていました。また原告団長の娘さんは被害原告の年齢、病気の身を案じれば国も企業も解決を急いでほしいと切々に訴えられておられます。大臣は国の責任および建材メーカーの責任を断罪した今回の最高裁の決定を受け、政府の一員としてこの重さをどう受け止めているのか答弁願いたい。小泉環境大臣。これは国田先生、この訴訟が環境省の所管ではないということはご承知の上でのお尋ねだということは私も承っておりますが、この厚労省などにおいて対応していると、まずそれは言っておきたいと思いますが、環境省が担当している石綿健康被害救済制度、これは原因者と被害者の個別的な因果関係を明確にすることが困難という石綿による健康被害の特殊性を鑑みて、民事上の責任とは切り離して社会全体により迅速な救済を図ることを目的に、労災補償の対象とならない方々について広く救済の対象としているところであります。環境省としては今後ともこうした救済制度の基本的考え方に基づいて安定的かつ着実な制度運営を図ることによって、石綿により健康被害を受けられた方に対する迅速な救済を促進をしていく思いです。国田圭司君。迅速な救済とおっしゃってました。最高裁が首都圏の訴訟に続き京都訴訟でも国の責任を断罪しました。国敗訴の最高裁決定を受け、先ほど厚生労働という話ありましたけど、田村厚生労働大臣は記者会見並びに昨日の予算委員会の分科会で責任を感じ深くお詫びすると述べました。まず私は政府としてですね、すべての被害者に真摯な謝罪をすべきだ、また最高裁判決で確定した被害者への賠償は当然のことですが、継続中の訴訟の早期の解決、一人親方を含むすべての被害者の救済、先ほど救済という話ありました、一刻も早く実施すべきだと思います。そのため国と建材メーカーが共同で出資する建設アスベスト被害者被害補償基金制度、これを創設し、直ちに未提訴の方を含め全被害者を救済できる仕組みを作るべきだと思うんですが、先ほど救済の話させられましたから考え方をお述べいただきたいと思います。小泉環境大臣。まず先ほど申し上げましたが、お尋ねのアスベスト訴訟については厚労省において今対応していると承知しています。環境関係の法規について争われているものではないことから、この件についてお答えすることは差し控えますが、我々が担当している救済制度、この救済制度の中で労災補償の対象とならない方々について広く救済の対象としているところでもあります。環境省としてはこういった制度考え方、これに基づいて安定的にかつ着実な制度運営を図ることで、石綿により健康被害を受けられた方に対する迅速な救済を促進していく思いです。国田圭司君。純粋な救済をやろうと思いますとね、本当にこういう制度を作らなければならないと、補償金制度を作ってですね、きちんとやっていこうと、しかも迅速なっておっしゃいましたよね、一刻も猶予を許されないということをしっかり
胸に刻んでね、やらないと、その被害の方々、またご遺族の方々の思い、これがどれほど痛切かということについて思いを馳せていただく必要があると思っています。で、次に、琵琶湖の環境問題について質問します。琵琶湖は、近畿圏約1450万人の生活と産業活動を支えています。また、400万年に及ぶ歴史を持つ世界有数の古代湖でもあります。琵琶湖には60種を超える固有種を含む1000種以上の動植物が生息しており、自然生態系の宝庫でもあります。こうした琵琶湖であるからこそ、今皆さんに配布していますが、ありますように、国は2015年、琵琶湖の保全及び再生に関する法律を制定し、その第3条では、琵琶湖の保全と再生のために、水質汚濁の防止及び水源の寛容、生態系の保全及び再生、景観の整備及び保全に取り組み、国は必要な財政的措置を講ずるとしています。そこで汚染問題について聞きます。琵琶湖総合保全整備計画、いわゆるマザーレイク21計画では、2050年の琵琶湖のあるべき姿、その第一の目標として、琵琶湖の水はあたかも手ですくって飲めるように清らかに満々としてあると、こう言っています。で、果たして実情はどうか。私は琵琶湖の北湖にある旭漁業に足を運び、実情をお聞きしました。皆さんにお配りしているこの写真を見ていただきたいと思います。この写真は昨年5月4日、琵琶湖の固有種で、高級珍味である船寿司、最も適していると言われているニゴロブナの漁に使う刺し網です。これを北湖の水深30メートルのに数時間つけたらどうなったか、これがその写真です。琵琶湖のニゴロブナで漁で使う刺し網の糸は大変細く、魚が判別できへんから、そうやってかかってしまうということなんですよね。ところが網がこうやってすぐに汚れてしまうから、全く魚はかからないと。近年、上流部の田んぼの白柿の濁水が出る、4月下旬から5月上旬の汚れが一番ひどいとのこと。この時期が実はやはり、船の漁獲時期と重なっており、ニゴロブナの収穫はここ3年連続で大変な不良となっているということが訴えがありました。そこで伺います。大臣は琵琶湖に注ぐ河川からの農業濁水の現状と漁業への影響についてどう認識されておるのか、そしてこの改善方策についてどのようにお考えかお示しいただきたい。小泉環境大臣。近年琵琶湖の流域では白柿田植え期間である4月から5月にかけて水田由来と考えられる濁りが生じており、アユの遡上行動に影響を及ぼすのではないかとの指摘などがなされていると承知をしています。このため滋賀県においては琵琶湖への農業濁水の流出防止対策として河川の透視度調査を行うほか、水田からの濁水の流出防止などの取り組みを行う環境こだわり農業の活用などによる農業濁水対策を推進していると聞いています。先生、先ほどご指摘された法律の施行後5年を踏まえて、関係省庁や関係地方公共団体で組織をされた琵琶湖保全再生推進協議会が令和2年9月に取りまとめたフォローアップ報告書において、水質汚濁防止のための措置などとして、白柿田植え期間に琵琶湖に流入する農業濁水は、長期的には改善傾向にあるものの、一部の河川で依然、濁りが大きいことから、重点モデル地区での技術実証など、一層の取り組みを行うとされたところです。私も琵琶湖保全再生推進協議会の共同会長を務めていますので、今後ともこの法律に基づいて、関係省庁や関係自治体と連携して、農業濁水への対策を含めて、琵琶湖の保全再生策を推進してまいりたいと思います。国田圭司君。琵琶湖の汚染という点では、漁業者は当然ですけれども、農業者、関係者もなんとか改善したいと、心を痛めておられます。私は先日、長年、琵琶湖の汚染問題を研究しておられる、研究している方とお会いして、その原因と対策について意見交換しました。琵琶湖の固有種で2年魚、2年の魚ですね、孵化していくという、
伊佐座の農薬汚染を1980年以降ずっと研究されてこられたけれども、伊佐座体内の農薬汚染は琵琶湖周辺の補助整備事業の進捗と明確な相関関係がある。かつては使われた 農薬の排水が時間をかけて、琵琶湖に流入し、そして自然浄化されていたけれども、琵琶湖総合開発による補助整備が進み、排水がダイレクトに川に流され、それが短時間で琵琶湖に流入することによる影響が大きいと意見は述べられていました。私はその意見賛成なんですね。したがって対策のために2つの点が重要だと思うんです。1つは、琵琶湖に流れ込む農業排水の水質改善に取り組むこと。もう1つは、琵琶湖に短時間でダイレクトに流れ込むということをいかに防ぐか。この点での琵琶湖の水質汚染の原因と対策についてどうお考えか、改めてお聞きしたい。小泉環境大臣。環境省としては、琵琶湖の保全および再生に関する法律などに基づいて、関係省庁や関係自治体と連携して、琵琶湖の植物プランクトンおよびその生態系統への影響について、必要な調査研究を行っていくことが重要であると認識をしています。琵琶湖の植物プランクトンについて、かつては珪藻類が主体だったと言われていますが、最近では緑藻類が主体となるなど、水質や環境の変化などによって、藻類の優先種が変化しているとの指摘がなされていると承知をしています。また、平成30年には、琵琶湖の南端部にある南湖で、植物プランクトンの特異的な増殖により水質が悪化したと認識をしています。琵琶湖のこの法律の施行後5年を踏まえて、報告書をまとめられましたが、今後も生態系の変化や水質汚濁などに関するメカニズムの解明などの調査研究を実施することとされており、環境省としても琵琶湖の水質および生態系の保全再生に関する調査研究に取り組んでまいりたいと思います。小田圭司君。これは先の方の質問にもちょっとお答えいただいて申し訳ないんですけれども、じゃあその問題について一言言っておきますと、今あったように植物プランクトンの問題、今大臣指摘されましたよね。これは滋賀県の水産試験場の調査では、湖中に設置する時間の短い、今述べた刺し網ですね、でも植物プランクトンで形状が糸状のものが網に絡みつきて、また粘りのある物質を分泌することによって浮揚すると泥とともにですね、網に付着して写真のような状態に先ほどなると。でさらに1000年以上続く琵琶湖の伝統漁法であるエリ漁ですね、これは仕掛けを一定時間設置するけども、したがって粘りのある物質を分泌する植物プランクトンがですね、網の上でこう増殖し、マット状の汚れとなることが確認されているんですね。これは洗ってもなかなか落ちないわけですよね。だから植物プランクトンというのは、今動物プランクトンが捕食できない大型のちょっとなっているという現状だとか今ありました。それから網の汚れのほか、それからこの間琵琶湖の水道水の異臭の原因ともなっているということになっています。私はこの琵琶湖の生態系保全と水質の保全、この両方を視野に入れて、こうした植物プランクトンの変化、その琵琶湖への影響について改めてこれ全国でね、いろんなことをやってるんだけど、この生態系、この問題があんまり分かってないんですよね。したがって改めて調査研究する必要があるがと思いますが、これ簡単に一言だけ、はい、小泉環境大臣。先回りをして答えたみたいですいませんでした。先生が言うように、この調査研究を行っていくこと、非常に重要なことだと思いますので、そしてまた琵琶湖の重要性は特に地域の皆さんにとって非常に大きなものがありますから、我々としてもこの法律にも基づいたものでフォローアップもできて、この調査研究を指摘もされていますし、しっかりと取り組んでいきたいと思います。国田圭司君。そこで先ほど環境こだわり農業についてありましたんで、農水副大臣にお聞きします。で、先ほどあったこだわり農業というのは、後押しする国の環境保全農業直接支払い交付金について若干提案したいと思うんですね。これは農家の皆さんは化学肥料や農薬を半分以下に抑える、
琵琶湖への農業排水の流入を抑えるなどの相当な努力をされています。ただ現場からは、まあ、言い方いろいろありますけど、労を多くしてなかなか大変だよね、手間かかる割には経営は大変やねという声が出ています。で、具体的には直接支払い交付金の補助金単価が低い、対象が狭い、なんとかならへんかという要望が出されています。農家のご苦労に応えて、県や市町村は道の駅での販売企画など環境こだわり農産物の販路拡大に努力されていることは話副大臣もご承知かと思うんです。国としてもですね、環境保全型農業直接支援交付金についてメニューの単価の引き上げ、交付対象の拡大などさらに支援を充実させるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。話農林水産副大臣。国田先生、本当によく制度仕組みご存知の通りだと思いますけれども、この交付金は一応ですね、通常の観光栽培でかかるのと、こういった農薬とか化学肥料を半減する取り組み、地球環境に温暖化にを抑える、さらには生物多様性に優しい取り組みについて、客観的にですね、通常の営農作業よりもかかる資材費とか、それから労賃とかですね、これを上乗せしているというものなもんですから、この予算の仕組み自体をこの単価という意味では変えなきゃいけなくなってしまって、なかなかこれは厳しいところがあるんですが、交付対象については令和2年度に見直しを行いまして、地域特任ということで、例えば滋賀県からも観光性肥料、これはゆっくり効く肥料ですね、の利用および長期中干し、こういったものも地域特任の取り組みということで認めさせていただいて、これが大体5800ヘクタールぐらいですね、に広がっていると。またさらにそういった形で交付対象も広げる取り組みをしておりますので、また活用していかなければしていただければと思いますし、また販促の取り組みもですね、滋賀県等としっかり連携して、ご支援をしていきたいなというふうに思っています。角田刑事君、この概要にもありますように、確かに一定改善されてるんだけど、現実はなんで 100% いかへんかっていうと、今 43% に止まってるわけですよね。その実態や悩みもしっかり見ていただく必要があるということは言っておきたいと思うんです。で、そこからじゃあ漁業について聞きます。これも大変な状況でして、1955年当時、琵琶湖の漁獲量は1万616トン、これが最大でありましたけど、最近の資料では2017年には713トン、最大時の約 7% まで落ち込んでいます。同じ時期に期間に各魚の種類の最大漁獲量と2017年を比べますと、アユが 14%、 フナが 8%、 ホンモロコが 5% まで落ち込んでいます。特にセタシジミの落ち込みは深刻で、1957年に6072トンだったものが2017年には57トン、0.87% まで落ち込んでいます。セタシジミをはじめ、漁獲量の激減の原因をどうお考えでしょうか。話農林水産副大臣。はい、ご案内のとおり、琵琶湖の漁獲量、非常に落ち込んでおりますし、またセタシジミ、これですと、令和元年は41トン、令和平成元年が190トンだったものが41トンまで落ち込んでいるということで、原因としましては、南湖において河川からの砂の流入の減少、砂の採取などによって砂地が減少している、砂地に泥が堆積するなど湖底環境が悪化している、そういったことが挙げられるかというふうに考えています。この状況については、滋賀県による水産環境整備事業や漁業者地域住民による水産多面的機能発揮対策事業を活用して、砂地の造成、さらに湖底の耕耘などの取り組みが行われておりまして、耕耘や砂地を造成したところではシジミの生息量が増加しているというデータもございます。引き続き関係自治体と連携しながら、私どもも取り組んでいきたいというふうに思っています。国田圭司君、考え方2つ言っていきたいと思うんですね。私はね、地元ではね、琵琶湖の生態系を映す鏡とヘタシジミについて言われてるんですよね。
これが最盛期の 0.87% しか取れない。他方、島根県の宍道湖では、確かに漁獲量は減少傾向にありますけれども、大和シジミは年間約4000トン取れます。金額にして約24億円余です。かたや面積では、宍道湖の8倍以上ある琵琶湖のシジミの漁獲量は53トン。宍道湖の70分の1でしかないんですね。で、シジミ漁は小さな漁船と小さな漁連がね、あればまあできるということになっています。で、やはり宍道湖では徹底した資源管理を行って、週3日間は休む休漁、そして1回の操業は4時間以内、採捕量は100キロまでとしておって、それで年収は500から600万あるということになっていて、270人の方がシジミ漁に携わり、青年部の活動も非常に活発というふうに聞いています。で、今お話しあったように、砂の流入をはじめ、いろんなことをやっています。で、年間2000万個の稚貝の放流も含めてですね、砂地造成などやってるけれども、残念ながら成果は上がっていないというのが県のね、方々の思いです。私は、宍道湖のような厳格な資源管理が必要だと。先ほどお述べになりませんでしたけどね、私はこの漁業がずいぶん衰退している原因の一つに、やはり中長期的な琵琶湖漁業の再生のために何が必要かと、それはこの間、総合開発の在り方への真摯な反省の上に立って、総合的な、生態系を守り育てる対策が必要だと思います。先ほど述べた研究者の話とも重なるんですけども、琵琶湖の内湖の保全、それから吉の再生、自然の力、自然浄化力を育てる、こういうこと自身も含めて必要だと、この2つがあると思うんですが、簡潔に。話、農林水産副大臣。私どもとしては、資源管理の方はしっかりやっぱりやっていかなきゃいけないなというふうに今思っています。それと、先ほども申し上げましたように、その吉とかはいろいろあるんですが、まず当面ですね、何もしていない固定ですと、大体1平米あたり23個体しかないのが、これが耕運したり砂を造成すると300個体以上になってますので、これをやっぱりしっかり進めていくのが先決かなというふうに思っております。国田圭司君。それはよく知ってるんですけどね、本当に相当なお金を投入してるんだけど、なかなか大変という現実はね、知事もおっしゃっておられることはよくご存知かと思うんです。次に全層循環について聞きたいと思うんです。琵琶湖の全層循環っていうのは、表層の水と下層の水が混ざり合って、酸素が湖底にまで届く、いわゆる琵琶湖の深呼吸とも言われています。この全層循環、すなわち琵琶湖の深呼吸ができなければ酸素が欠乏し、農業をはじめ琵琶湖の生態系に決定的な影響があると。環境省が2012年度に実施した近未来気象条件下のシミュレーションでは、この全層循環が止まるのは2034年から36年の3カ年と予測しており、しかもこうした事態が必ずしも起きるとは限らないと書いていました。ところが2019年20年とここ2年間全層循環は起こらずに、関係者はまだまだ先の話と思っていたが、猛暑の夏と暖冬が続き未完了となった。この状態が続くと琵琶湖の生態系が元に戻らなくなると痛く心配されています。今年ようやく全層循環が3年分に確認されたわけですけれども、事態は極めて深刻といって過言ではありません。大臣に聞きます。私は琵琶湖の全層循環が起こらないというアラームは、琵琶湖が人類に対して早く手を打たねば手遅れになるぞ、生態系の危機だぞという警告を発しているんじゃないかと考えますが、大臣の認識を簡潔に伺いたい。小泉環境大臣。国田先生の言ったそのメッセージ、この思いというのは三日月知事からも私も伺っています。まさに私もこれは気候変動を含めた生態系からのメッセージであると、そういった受け止めのもと、これからしっかり琵琶湖の環境再生、環境の保全、取り組んでまいりたいと思います。この全層循環については、先生にもご指摘ありましたが、平成30年度の冬季、そして令和元年度の冬季、2年連続で
全層循環が起きなかったと。今年度は2月に全層循環が完了した、つまり起きたことが確認をされて、3年連続での全層循環の未完了、全層循環が起きないことが3年連続ということは回避をされたというふうに思いますが、引き続きこの気候変動はどんどん悪化をしていますから、この気候変動政策を全体として強化をしていくということも含めて、琵琶湖の再生保全に取り組んでいきたいと思います。国田圭司君。同じ立場に立っていただくということだと思います。ですから、滋賀県などが取り組んでいる、CO2 ゼロのさまざまな取り組みをしっかり支援していただきたいと思います。最後に大土川ダムについてお伺いします。滋賀県甲賀市から大津市を経て、瀬田川に流入する大土川に計画されている大土川ダムは、当初計画当時は治水、利水、発電を目的とした多目的ダムとして計画されましたが、途中で利水については撤退し、さらに治水ダムとしても2008年に滋賀、京都、大阪、三重の4府県知事が優先度が低いとして建設凍結を求め、2009年、淀川水系河川整備計画において、大土川ダムの本体工事は当面実施しないとされたものであります。ところが、建設再開への動きが始まっています。大土川の目的について国交省は、下流の淀川水系の治水安全度の向上としていますが、その効果は全く限定的なものです。しかも、その本体工事は約1080億円と莫大なものです。そこで、数字を聞きますが、大土川ダムが完成した場合、200年に一度の大洪水が発生すると仮定して、淀川の基準点である枚方地点の水位は何センチ低下しますか。岩井国土交通副大臣。お答えいたします。大土川ダムの治水効果は、委員からご提示のありました条件である200年に一度の洪水が発生した場合、淀川、宇治川など延べ約70キロ以上の区間で水位を引き下げ、その水位低下量はご質問の枚方地点では約20センチと推定をされております。はい。この結果、淀川、宇治川等におきましては、水位低下による越水の回避や堤防への負担軽減による決壊リスクの軽減もありますし、あとは何といっても、本河川の水位低下により排水機場の運転停止が回避されることによる今大変問題になっている内水被害の軽減等、さまざまな効果があることも念頭に置きながら、国交省としてはしっかりと対応していきたいと思っております。はい、国田圭司君。推移にして19センチ、20センチ約ということだと思うんですね。で、国交省は大土川ダムを作り、水位を 19% 引き下げないと、淀川の水位が計画降水を17センチオーバーし、今、波堤氾濫するとしています。しかし、実際の堤防の高さは17センチどころか、計画降水よりも約4メートル高く、実際に波堤することは想定しにくい。さらに、菅首相はですね、総裁選挙に立候補した際に、想定外の豪雨災害の洪水対策、その目玉政策として掲げたのが、利水ダムの活用であります。菅さんは洪水対策の切り札としたと、その後、一級河川の全99水系で、事前放流の協定が結ばれ、洪水への対処能力は従来の2倍となったと言われています。大土川ダム建設予定地の下流にも、関電の利水ダム、気仙山ダムがあって、大土川ダムの3分の1の容量を持っています。また、かつて国交省は、利水ダムだから治水には使えない、関電がうんと言わないとなどと述べてきました。これが活用できることになったと。したがって、協定では、気仙山ダムだけでも、事前放流による洪水調整可能容量は497万トンとされると。したがって、ますます大土川ダムが必要とされる根拠はなくなったなると思うんです。したがって、一つだけもう時間もありませんので聞きたいんですけれども、治水効果に関わって、大土川ダムの貯水量は2000万トンと予定されていますが、これは琵琶湖の水位にすると何センチ分に相当するか、数字だけとか。岩井国土交通副大臣。お答えいたします。大土川は、琵琶湖に流入する河川ではないため、大土川ダムの、貯水量と琵琶湖の水位上昇量を比較することは少しちょっと問題があるのかなとは思うんですが、単純に大土川ダムの治水容量約2190万立方メートルを琵琶湖の面積約670平方
キロメートルで割るとですね、約3センチメートルとなります。はい、実際この3センチなんですけど、少ないというお話がある中で、実は平成25年の洪水の際に、琵琶湖のピーク水位から3センチメートル下がるのに、実は35時間もかかったということもありまして、国土交通省といたしましては、大渡川ダムの治水容量、この2190万立方メートルをしっかりと認識しながら、また琵琶湖周辺の浸水被害の軽減、これに貢献するということを念頭に置きながら、流域全体をしっかりと俯瞰した治水対策を行っていきたいと思っております。徳田啓司君、流域全体は当然なんです。問題は大渡川ダムを作ることによって、今問題のところで言いますと、この下流での洪水を防ぐために瀬田の新井堰、これに全平操作によや次元放流によってコントロールしているということなんですね。だから問題は大渡川ダムを作ることによって、この瀬田新井堰の全平時間を短くすることができるのか。先ほど時間ありました。言い換えると、大渡川ダムの効果がストレートに琵琶湖の洪水調整に生かされるのかということなんですね。この問題研究しておられる滋賀県の土木交通部が、大渡川ダムが滋賀県内に与える効果の検証についてというレポートを発行しています。発表しています。その中の4、大渡川ダムの整備が瀬田川新井堰操作に与える影響の検証、この何と言っているのか、結論部分だけお読みください。国土交通省若林水資源部長、時間ですので簡潔にお願いします。お答え申し上げます。委員ご指摘の資料は、大渡川ダムの治水効果や瀬田川新井堰操作に与える影響につきまして、滋賀県が取りまとめた報告書等を参考に、滋賀県職員が発表された論文と承知をしております。滋賀県職員が発表された論文の瀬田川新井堰操作に与える検証にある検討の結果におきまして、大渡川ダム整備が瀬田川新井堰操作に与える影響の検証結果として、今回検証した工具の中で最大規模である H27 号を除き、全平や制限放流の時間が短縮することが判明した。 H27 号では全平の時間が1時間延長された。これは大渡川ダムへの貯留によって淀川でのピーク水位に遅れが生じ、山ヶ瀬ダムの操作に影響を与え、結果として新井堰の全平の時間延長につながったものであると記載されております。なお、滋賀県が取りまとめた報告書では、ご指摘の瀬田川新井堰操作に与える影響について、全平時間が短縮されるとした上で、ただし時間を超えるような一定規模以上の洪水では、全平時間が長くなる場合もあったと付記されておるところであります。また、先ほどの論文では、大渡川ダムの整備に、手短にお願いします。琵琶湖水への影響の検証結果として、大渡川ダムの整備後において、その放流量や方法により、整備前に比べて水位上昇を低減、もしくは同程度に抑えることが確認されたと記載されております。最後に徳田啓司君、今ありますように、水位上昇が低減、もしくは同程度に抑えられるとして、しかも全平操作が逆に1時間延長するということになっているわけですね。つまりダム整備による効果は微々たるというものだということなんですよ。私は今日は数値しかやりませんでしたけど、この基本的な数値の検証から治水効果が先ほど期待できないということだけは述べておきたいと思います。私は巨大なダムを築いて、洪水を閉じ込め流下させるという明治以来の治水方針は、治水事業を進め進むほどそれが破綻した場合に水害被害が甚大化するという大きな矛盾をはらんでいると思います。現在想定を超える集中豪雨が多発する中で、その矛盾は一層顕在化していると思います。私は大渡川ダムまずありきではなくって、利水ダムである紀仙山ダムの事前放流をはじめ、これまで不十分であった堤防整備や河川掘削などの河川対策、緑の財務や水田活用などの治水対策など、流域全体で治水対策を取り組む流域治水の考え方を対策の根幹に据えるべきである。まず建設ダム建設ありきという方針の撤回を求めて、質問を終わります。ありがとうございました。これにて国田啓司君の質疑は終了いたしました。午後1時から再開することとし、この際休憩いたします。